ライ先輩、行け。あたし楽しいのが好きなの。大雑まぶし。大雑まな唐草、長唄の手法ですわ。元は浄瑠璃の一派で、江戸時代に長唄に吸収されて以降、今なお歌舞伎の演目に使われているんです。長唄の手を入れてくるなんて。